どうも、牧田ことくんぴです。カス企画をいっぱいやろう。カス企画を、はい、誰もいませんから、ね、はい、サムネ目線でお客さん引けてませんから大丈夫です。そうか、カス企画って書いてあるからね。そうです、カス企画どうせ面白いでしょってパッと見て、カス企画見よやろうで、うん、見なくていいですから見てますから、ね、自由にしましょう、はい、僕らやっぱ芸人として、うん、イベントやライブでね、はいはい、よく企画をやったりしますよね。ああ、そうですね、他の芸人と一緒にコーナーをやろうみたいな、うん、なんですよ、うん、ネタ、トーク、あとにちょっと軽いコーナー。そうですね、大概が、うん、ジェスチャーとかね。はいはい、もう何かジェスチャーゲーム、何かをやるんだけど、うん、本当のジェスチャーそうね、そのシンプル、これはみたいな、なんだかグリカワとかね、そういうの、うん、正解って言って入れ替わってみたいなね、シンプルです、うん、まあ、そこまでカスだったら困るんですか。カス、うん、まあ、すごい発明だけど。なんだろうな、ジェスチャーとか、うん、なんだ、お絵描き伝言ゲームみたいな、ね、お絵描き伝言ゲームね、うん、まあ、昔ほんとテレビで見たようなそうそうそう、ね、あるよね、30年前のやつとかやって、でもそれにちょっと抗いたくて、うん、カスでもいいから企画を持ってくみたいな、うん、あ、オリジナルで流行ってて僕らの中で、うん、それだとやろうじゃないっていうね。おー、はいはい。でそれ、そのカス企画にかなり秀でた男がいるんで、うん、秀でた男来てもらいましょう、はい、お願いします。どうもお願いします。よろしくお願いします。はい、おら、大谷小判だやったー、まあ、今早乙女でって名前でやってるけど、まあ、めんどくさいからもう大谷小判です、ね、大谷小判、うん、ちょめちょめクラブ大谷小判さん、はい、よろしくお願いします。いや、事務所のね、まあ、後輩ですから。そうですね、いや、そうです、一応後輩、まあ、やっと呼んでくれたっていう、ね、いやいや、嬉しい、まあ、タイタンの人ね、異常に呼ばれないですから、ね、確かに、初か、タイタンの人大体の人、初ぐらい同じ事務所の人、もう三沢さんとか呼んだらね、いろんなね、カス企画それこそ持ってるし、はい、だって呼ばないですね。いや、確かにありがとうございます、本当にね、呼んでいただいて、うん、おばあさんってやっぱカス企画第一人者ですよね。まあ、カス企画って自覚はなかったけど、はい、まあ、確かにあのほとんど同じ内容のゲームを違う名前でいっぱいやるってことで、はい、いろんな企画を持ってる風には見せてるそうなんだ、いっぱいね、企画ライブ主催とかされてますけど、確かに本当に東京のライブシーンの50人ぐらいを本当に沸かせてる、はい、狭いパイをかなり沸かせてはいますね、はい、熱狂的な50人が。でももう小判さんでしか笑えないって人もいますから、いないです、その人じゃないと笑わないんだ、そんな人はいないと思うけど、まあ確かにね、いろんなライブね出てますからね、うん、本当に2人で、ね、そうそうそう、2人で MC やったりね、ああ、そっか、そうもあったよ ね、まあ、ね、そうだ、男女コンビに付き合ってるのって必ず聞く最悪 MC をボコボコにするライブ。それで二人でね、MC やったりして、ね。なんか最悪 MC の役で。そう、ラランドの二人ね。うん。もうそうやっちゃうと。西田くんって言って。付き合ってるじゃん、やっぱ。うん、スペイン語で付き合ってるじゃん、スペイン語で言ってみてよ、みたいな。今なんて言ったの好きですって言ったじゃないの、ね、古い嫌な、そう、ね、嫌な感じにね、ボコボコにされてね。今回じゃあ企画ちょっとやっていきましょう。ちょっとやりましょうか、うん。いろんな企画。うん。何があるんですか。いや、もう本当にいっぱい企画あります。ただ対義語を言うゲームみたいなのがいっぱいあるんですよ。それがいっぱいある。それは違う名前でいっぱい作ってます。しょうがない。いや、でもなんかやっぱ、一番やっぱ、うん、みんなでやれるのはやっぱ味付けコックっていうね、あーゲーム、あー、やったことある、味付けコックだ、うん、これはみんなでいきますよ ね、 ね、うん、料理名を言ってそれに合う調味料を、うん、答えていくっていうゲームなんですけど、はい、何かが面白い、やってったらおもろいやつ、何かがこれ卵焼きって言ったらなんか、うん、まあ醤油でどうぞとかなんかね、その家によってね、なんか目玉焼きだったらソースなのか醤油なのかとかあるじゃないですか、人によるよ、そういうね、その育ちも炙り出せるゲームこれ楽しいです。で、一応なんかみんなコックみたいな設定で、うん、まあ、昔のあのめちゃイケの数取り団とか、はいはいはい、ね、あったじゃないですか、なんかみんなでブンブンみたいな、ああいう感じで、はいはい、あのみんなコックになりきって注文が入ったっていう体で進めていくというね、はい、ゲームになってますからなるほど、はい、やってみましょう、やってみますか、そうですね、やってみてもいいですよね、うん、さあ、あずかコック5人プレイはい、まあ5人ぐらいいた方がやっぱ盛り上がりますから、あ、人数多く、まあ一応みんなコックになりきったという設定で、はい、まあ一番最初スタートするところ、はい、まあ
まあ、あれ、カズトリ団とかでもあったと思うんですけど、はいはい、なんとかなんとかでよろしくめちゃめちゃ、パクリ元言うの。いや、それはいいよ。それはいいでしょ。パクリ、パクってんだから、実際。それは素直に言った方がいいよ。嘘ついてもしょうがない。カズトリ団とかでもあったけど、よろしくみたいな感じで。ああ、いいですね。まあ、一応だから、注文いっぱい貼りましたみたいな。供給入ってますかみたいな。いけますかみたいな。言ったら、喜んでよろしく夜まで一緒だ。まあ最初に1回ぐらいそれ1回やってもらって、はいはいはい、今日なんか団体来てるけど行けますか、喜んでーみたいな、そうそうそう、はい、感じで始まって、はい、じゃあ注文入りました、はい、喜んでって言ったらもう急に始まります、はいはい、パンパンで、料理名を言う、はい、なんとかパンパン目玉焼きって言ったらパンパンで醤油でどうぞみたいな感じ、なんで僕がまた、お題を出すと、じゃ焼き鳥で、うん、バン、塩でどうぞですね。そうですね。そのまま食べるものはそのままどうぞとかもあります。ああ、そっか、変化球もある。はい、はい、はいはい。みたいな感じで。はい。そのままのものね、もあると思うんで。はい。それは素直に言ってください。何やつけるか。素直に言えばいいです、ね。素直に言えばいい。だから、そうそうそう。で、だから、おかしいぞ、それってなっても、はい、その、いや、うちの地元ではそうでしたとか、うちの家ではそうでしたっていうのがすごい熱量があったらセーフ。バンカー。はいはいはい。ちょっと一回やってみましょう。一回やってみましょうか。うん、だよな、じゃあまあ、もうみんなコックになりこ、なりきって。はい。いいですね。じゃあみんなコックになりきって。よし、今日、団体50名入ってるけど、いけますか？今日までー50名の中30人が、老人ですけど、いけますか？喜んでーじゃあ、いきます。ご注文入りました。そこも喜んでいい。ちょじゃないの。ちょじゃなくて。ここどうでもいいんだけどね。まだゲームじゃないけど。どうでもいいんだけど。ちょって何なの本当。何尽くすよ。まあまあいきなり行きましょうか。じゃあこっちも入りましたからいきますか。はい。こっちも入りました。喜んでーパンパン。お好み焼き。ソースでどうぞ。いちご、練乳でどうぞ。たこ焼き、ソースでどうぞ。オムライス、お、ケチャップでどうぞ。おいね、納豆、そのままどうぞ。納豆、そのままか。そのままじゃない？いや、納豆、醤油、あれつけるってこと？ね、いや、タレ込みでしょ納豆って。あれが調味料でしょ、あれかけるから、いやいや、僕は豆の味を味わいたいから。あれだけで混ぜます、ね、あれだけだから、あれ一個一個一個混ぜずに。マジだろ混ぜますよ。納豆味マジだろ。醤油がうまいだろ、納豆。なんだよ、それ。醤油食べる食べる。ダメ？タレだ、タレ。タレでどうぞ。タレでどうぞ。醤油とか。この、からしてどうぞ。発案者がこんな最初の人だ。発案者弱いから。どっか行きますじゃあ。そう、はい。もう一周ぐらい行きましょう。少しでもいいかもしれない。ああ、そうですね。じゃあ行きましょう。ご注文ありました。ガラパンでーパン。納豆。醤油でどうぞ。餃子。ラー油でどうぞ。餃子。スコショウでどうぞ。おぉ、あちょっと待ってください。リストが苦手かな、スミコさん。賢いんだけどね。東大賢いけど。頼まなかったな。長い時間で短い問題を解く。そればっかりやった。それが問題。問題はそうっす。簡単すぎる。料理名を言うだけは簡単すぎる。料理名言うとこ意外と。ここだね。そっちがね、難しい。意外とそうなんだ。そうなんです。うん。わかりますか？はい。じゃあ、注文ありましたー。喜んでー！ホットケーキ。メイプルシャップでどうぞ。うん。とんかつ。ソースでどうぞ。うん。エビフライ、ソースでどうぞ。ホットドッグ、ケチャップでどうぞ。サンドイッチ、そのままどうぞ。唐揚げ、醤油でどうぞ。たこ焼き、ソースでどうぞ。唐揚げ、塩でどうぞ。ネギ、そのままどうぞ。唐揚げ、そのままどうぞ。たこ焼き、お塩でどうぞ。鮭、鮭って
おかしいよ。おかしいよ。2連続ぐらいの。唐揚げ醤油つける？唐揚げつけますよ。つけるわけない。醤油は。リスペンよね。レモンズルしたけど。もうマヨネーズかけど。たこ焼きに塩かけて。たこ焼き塩る。塩じゃない。見たことないよ。見たことないよ。気持ち悪い。気持ち悪い。大阪でしょ。大阪だとそう。確かに。関西である。あるの？そのか。面白いけど、唐揚げとたこ焼きがすぐ出てきちゃう。やっぱね、そう食べ物好きだし最初にあるんだよ。そう上の方やるんだよ。もっと攻めてね、行くのもありだよ。攻めましょう。食材とかも攻めたい。行きましょう。行きますよ。じゃあ本日は、はい。注文入ってます。やるね。オムライス。ケチャップでどうぞ。唐揚げ。塩でどうぞ。とんかつ。ソースでどうぞ。白ご飯。なに唐揚げって言うの？唐揚げって調味料じゃないから。唐揚げは。唐揚げか。あるよね。あるけど、おかずだから。合いますよね。横であったんすよ。次に自分で出す用の唐揚げがあったから。ありましたね。うわ、ダメだ。これ難しいですよ。意外とね。この人数で回すとね、難しいかも。パンさんでございます。注文入りました。喜んでー！水餃子。お水で違うって。お水でどうかじゃないよ。水餃子の。水に引っ張られた。そんな失敗ねえよ。失敗ねえ。お金もやりたいですね。うん、他のやつで言ったらやっぱ結構やっぱライブで盛り上がるのが、はい、あのフライドポテトのつかみっていう。フライドポテトのつかみ、はい、はい。これまあ、フライドポテトっていう芸人さん、まあ、今改名してるんですけど。ああ、いますね。いまして、うん、その片方の人が、うん、あの雨上がり決して、宮坂さんの息子さんそうです、ね、のコンビなんですよ。りっくんってね。そうそう、りっくん。フライドポテトのりっくん。はい。僕も童貞なんですよ。みたいな。おかしいなって言って。最初それで配信してくれた。そうだ、初対面の時 ね。あ、そうなんだ。びっくりした。ねだって、お父さんがあんな有名だから、きっと、お父さんのあれで、いけるだろう、お父さんと一緒に。ヒカルさんにやらせてもらえんだろやらないですよ。そんなんないだろ。いいなぁ、みたいな。いいなってな。いいなって。ないのになんで。そうね、最初会った時ね。そうそう、俺33だけど、何歳え、僕20歳です。あ、二十歳かって。二十歳の方って全然分けちゃう。そのコンビがフライドポテトがつかみで、うん、漫才でやるときね。どうもー、宮迫の息子ですって、相方が蛍原の他人ですって、こうやってたら、これ面白いんじゃないかっていう、そこから着想を得て作ったゲーム。やってないですか？やってないよ。一切やってないですけど、っていうゲームを一応考えて。やってたの見て思いついたじゃない？見て思いついたじゃない？やってたら面白いなぁ。自分の妄想から着想を得たゲームまあこれまあそんな関係ないんだけどそこはまあだから蛍原の他人宮迫の息子ってまあ蛍原宮迫がこう対応してまあついになってついになってそうですねで息子他人がついになってるっていうことで上の句下の句で2つ何とかの何とかって出してそれに対応して何とかって何とかっていうのを答えるというねゲームになってまして例えばだから何だろうなエビの頭です。うん。からパンパン、カニの尻尾です。みたいな感じで対応させるっていう。はいはいはい。まあだから反対じゃなくてもいいんですよね。だから対応してることは。なんかセットな感じのセットになってる感じの言葉を2つ、まあ、なんとかのなんとかで答えるという。ちょっと難しいから、非常に緩くこう設定して、その、まあ、まあ、いけてるよっていう感じでどんどん進めていって、だんだんこう脳みそが溶けていく。そこが楽しいって。まあ、緩くどんどんやってって、まあまあ、さすがに詰まりすぎたりしたら、まあ止めるかもしれないですけど、どんどん出していきましょうか。最初一応、ゲームやってるときはどうも、みたいな、フライドポテトです、みたいなところ。あ、漫才。一番最初の人は、ちゃんと宮迫の息子ですから。ああ、なるほど。決まり。一番最初になった人はかなり楽。考え出せなくていい。めちゃくちゃ楽ではあると思います。みたいな感じで。やってみましょうか。と思います。じゃあ僕からいきましょうか。フライドポテトの登場だ。どうもどうもフライドポテトです。お願いします。
宮迫の息子です。パンパン。蛍原の他人です。パンパン。カメラのレンズです。パンパン。車の前です、まあ、かなりギリギリだけど、お父さんのパンツです。パンパン。お母さんのズボンです。ないですよ。カフェの店員です。居酒屋の客です。ああ、いいね。明日の朝ごはんです。昨日の晩ごはんです。時計の長針です。場所の短さです。隣のトトロです。前のオロロです。イカのお寿司です。タコの刺身です。新宿の母です。目黒の祖母です。スマホの友人です。ガラケーの他人です。石の上にも3年です。座布団の上に5秒です。東芝の社長です。ファーウェイの下っ端です。横島なお兄さんです。誠実な赤ちゃんです。カメラの好きな人です。メガネのアンチです。邪悪なリスです。美しいタヌキです。綺麗なユニコーンです。黄色いペガサスです。歌のお兄さんです。地語りのお母さんです。しゃばい豚です。すげえ鳩です。小田栄一郎のアシスタントです。岸本学のお母さんです。ドロドロの沼です。サラサラの池です。ゴツゴツした岩です。コロコロした靴です。怪しい粘土です。正しいカンタです。カンタ。どの？トトロのカンタ。前のトトロが残ってたんだよ。だいぶ前だった。面白い。楽しい。これはね、なかなかね、溶けていきますから。途中からそうか。スマホの友人ですとか。確かにああいうのが出るといいですね。そうね。解き始めるみたいな。お題難しいですね。お題が難しい。お題は確かに。うん。みたいなゲームね。これ本当にフライドポテトやればいいよね。実際フライドポテトともやったことあったけど。おええー、うん、すごい。だから、いや、別にうまくはない。それはね、それうまくはないよ。勝手に思ってないんだから、俺も安全してるよ、フライドポテトです。皆さん、これ。ああ、そのままね。ずーっと4分間やるみたいな。確かにあるね、そういうの。できるかもしれない。俺は面白い、大門さん。なんか他ありますか？他のゲームで言うと、はい、まあもうちょっとこれに近いけど、まあ、うるおぼえプロデューサーっていうね。プロデュース、それはなんかまあ、普通に名字言って、その、例えば木村拓哉みたいな、その有名人を出してもらうみたいな感じのゲームなんですけど、うん、その名字の人その名字の有名人を出すみたいな。はいはいはい、ああ、ちょっとさっきよりも難しそう。はい、で、まあ、一応なんかニュース番組だとしたらとか、設定が一応トーク番組みたいな感じで、トーク番組に出るゲストとしての、はいはい、キャスティング会議みたいな体で。なるほど。ああ、シチュエーションなんだ。やるっていうやつなんで、まあ、それに合った芸能人を出せたら一番いいよね、みたいな。ああ、そうですね。こんな出る会とかもなっちゃう。そうね。そう、トーク番組なのに、その、スポーツ選手ばっかりになっちゃったりとか、政治討論番組なのに、なんか変な芸人さんばっかりになっちゃうとかなると、それがそれで盛り上がるみたいなとこも。なるほど。はいはいはい。一番最初の人がプロデューサーとして、なんとか番組の、企画、キャスティング会議始めましょうみたいな感じで、はい、あの人の名前なんだっけ、パンパンなんとかみたいな。一応そこも、まあ、いらないんだけどね。大事ですよ。行きましょう。ウルグアイプロデューサー、スタートー。ああ、じゃあ、まあ、バラエティートーク番組の、まあ、キャスティング会議始めましょう。よろしくお願いします。お願いします。ああ、
だっけ、鈴木胸を手塚おさるたちひろし猫ひろし唐沢年明け滝沢カレン太田光太田ひろみ田中ひろし田中ひろしバクトモノの田中さんの5色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 じゃあ、なんかじゃあまたボルペンさんが、はいはいはい、恋愛バラエティのキャスティング会議を始めたいと思います。はい、リアリティショー、誰だったかな。松本理科じゃあ田中裕二松本仁松井和夫松井急に和よ清水と年明け上白石モカ上白石モネ松井秀樹上木龍之介上地雄介野久保須佐うん佐藤だ舞木下ゆきなケン直子コーダシ島田シンスケスザヌマギーシロカシアス島田島田玉代島田周平島田新助上沼恵美子博多花丸博多大吉山本国子山田ですよ山田ですよ山本は山本佳代って言うの山本佳代福岡の山本佳代福岡のボー君が言ってた福岡の和田子って言われていやそう本当に知ってますよ。テレビで出産シーンを映して、あ、そうそうそう、テレビカメラでそうですすごい人、山本佳代。すごい、それ出したらやっぱそう、福岡プレーは有名な人ですけど、さすがに出てこないですよ。そう、ファインプレー。テイストロン番組のキャスティング会議始めたいと思うんだけど、あれ誰だったっけな、あれ誰だったっけな。阿部慎之助小泉京子小泉十一度所ジョージ太田三つよ大石蔵之介田沢伊藤助レンえ、なんでレンが見ましたもう一人しかほう こいつに京子宇多田ひかるルー大柴関根マリ関口ひどしおいいよゴーひろみラビット関根ラフィット関根クラッシャー
すぎた。てめえじゃねえ。なんで入ってくんだ。まあまあいいか。いいか。しかいないもんね、でも。しかいないからしょうがないよ。あってら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 。鈴木のりはそうするしかない。いいですよ。ババ。ゾノアズサ。しょうがないよ。しょうがないよね。セーフです。セーフです。セーフです。阿部。心臓。倉石。倉石。倉石。白石だ、間違えた。間違えた。逆だった。ちょっと、面白いですね、やっぱ。物焼き上手。もういやいやいや。こんなの誰も知らないから、うん、俺はずっと片隅で。そうっす、2、30人の前でずっとやり続けるっていう、これやっぱ面白いな。まだ本当ありますもんね、ちょっと一旦。あります、もうほとんど同じポケモンのね、新作考えようみたいなんで、同じ対応してるやつ言うだけ。あ、スカーレット、バイオレットみたいな。でもやっぱファイアレッド、リーフグリーンみたいな。あちょっとね、複雑なやつ。その2個ついてるやつ。はい、あれ、あれでやるとかね。なるほどね。いろんなゲームあります、他にもね。いや、ちょっとまたちょっとやりましょう、これは。うん、やりましょう。企画やってなかったら、うん、いやいやもうぜひぜひやってほしい。待ってね絶対来るよやった何の友情があったんだよあんたいつからそうなった。僕の人生これでいいんやっけ。何をやってもダメな観光課の山田に託されたのは、つべこべ言わずにやんのよ、ご当地映画を作んの。あいつむちゃくちゃ楽しそうだよな。アクション。撮影は順調だったが、ちょっと待って、データが完全に消えてしまいました。今までちょっと素材も全てもう一度だけ映画は中止。諦めんのか本田監督。怪獣の父本田監督、お前の怪獣で全部ぶっ壊すんや。しゃ怪獣やろう。この変な映画、これが僕たちのご当地映画です。怪獣野郎。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。